北郷助忠は、南北朝時代の薩摩及び日向の武将。薩摩守後島津氏の有力氏族である北郷氏、初代当主。島津宗家四代当主である、島津忠宗,宗の六尾。薩摩挟間館跡の入り口島津宗家四代当主、忠宗には七人の男子があった。長男忠久は宗家を継ぎ、次男忠氏氏は、泉氏、三男忠光は、佐田氏、四男寺久は、 新色氏、伊藤氏級は、川山氏、六尾助忠は、北五氏、七男久康は、石坂氏を起こし、七人島津と呼ばれた。当時の諸文家は、家の由緒を、将軍家、幕府との直接的な関係に求めており、島津総家との間に、身分の上下はないとしていた。助忠の少年は不詳であるが、県務三年、島津市の大隅国家瀬田城攻めの際に、 絡めて大将として従軍している。その後も、島津市の一員として、各地を転戦した。官能二年、足利市に従い来た朝方の武将として、南朝方と戦い、その功績が認められ、足利尊氏または、吉明の下し踏みをもって、薩摩波間一帯の庄内北号の地三百町を与えられた。文長年、その地に館を構え、合名を取って、 北郷氏を称した。また、在地土豪の宮丸氏と隕石関係を結び、その所領を継承し北郷氏の石を築いた。なお一時期、南九州では南朝方が優勢になり、島津宗家は南朝方に転じ北郷氏も南朝方となった。これに起こった足利氏は、北郷を肥後熊の相良氏に与えたが、ほどなく宗家ともども北朝方に服している。 都の城市庄内町の諏訪神社の一の鳥居都の城市庄内町の諏訪神社の社殿。都の城市庄内町の安永諏訪神社は、文内四年に、助忠が創建したと伝えられている。助忠が北合入部前に常日頃崇計していた、薩摩の諏訪神社に参詣した際、社頭から一本の鎌が飛んできて、助忠の脳死の袖に入った。真意を感じた佐忠はその鎌を報じ、 家臣石川氏を士官として省内安永の地に諏訪神社を環状師匠部の祈願書とした。この由来は、都の城の諏訪神社は、鹿児島の諏訪神社の文化身であることを示している。また、鎌が飛んできて袖に入ったというのは、にわかには信じられないが、鎌は農民にとって草を刈ったりするのに必要な農具であり、それが袖に入るということは、 農民をその手の中に収めたということを意味する。すなわち、佐棚がこの地の人々を収めたということを象徴的に示しているものとも言える。以来、安永諏訪神社への累代の領主の尊数は厚く、王安五年6月1日、社元最高の楠すのきに上諏訪大明神、下諏訪大明神と記されていた。また、天文年間には八代漁師忠助は神明を、 封建し、十代領主自給は、天正十一年七月二十四日、十九代領主、島津久志流は、教法三年十二月二社を再興している。近代の社殿改築も、明治二十年十一月二十日に、島津久志家より、金御円の寄進があり、代々の領主が今日に至るまで変わりなく、数計してきたことがわかる。祭礼も盛大で格別なものであった。 江戸時代までは旧暦の7月28日に諏訪祭礼が行われていた。この祭りは領主主導の祭りで、その準備には領内のあらゆる身分の人々が当たっており、領主による直接参詣も行われていた。祭礼当日、領主は朝6時に諏訪神社に向けて出発、その行列は総勢約260人を数え、 さながら幸運を思わせるものであった。その道筋は、祭礼前に道武神によって整備、清められていた。領主が神社に到着すると、社党で武学などが行われ、門農民による相撲、やぶさめ、あげ、馬などが行われていた。このように、都の城にとって領主が、御社さんといえば、安永諏訪神社のことであり、都の城の鎮守としての役割を持っていたものと思われる。 都城市庄内町の豊端神社の社殿さん、久し院跡に残る北郷助太田と妻の墓、都城市庄内町の豊端神社は助太田を祭神としている。その一角にある菩提寺山久し院跡には、石垣に囲まれた助太田と妻の墓が現存し、都城市文化財に指定されている。妻の法名は、柏には妙位大使、日向郷土市年表、 ありがとうございます。